皆様こんばんは、星空の歌、皆川るる子です。そして今回のお客様は銀座博品館代表取締役会長の伊藤芳美です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。伊藤会長、また今年もこの時期がやってまいりましたね。はい、お待ちしておりました。あ、私も待っておりました。2021年のクリスマスプレゼント売れ筋おもちゃランキングということで、男の子女の子とトップ5をご紹介していただきたいと思いますので、お家の時間も増えましたしね、またちょっと違うレパートリーになったりするのかなとか、 そして博品館さんのお話もぜひ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。放送日は12月の9日木曜日夜8時の更新です。どうぞ皆様お楽しみに。